エポエポです。初めてのプレスでどこまでやれるラストオブアス、その49となりました。いつものようにこのポーズ画面からなんですけども、前回のショックからちょっと本当なかなかちょっと 抜けられなくてと言いますか、ちょっと気持ちを切り替えるために、ちょっとね、他のゲームをやってたりしたんですけども、アップしようかと思いまして、もうね、テンションが低くて、もうなんか集中できなくてダメでしたね。で、やっぱりちょっと、こちらを、もう進めて、どんどん進めていこうと思って、今またちょっとやり始めようと思ってるんですけども、進めていこうと思います。頑張ろうと思います。あれ、間違っちゃった。頑張っていこうと思います。今ジャクソン軍か。じゃあジャクソンシティはすぐだね。あと2、3キロのはずだ。弟さんに会う準備は？それはついてからだ。そうそう、トミー。緊張する？トミーに会自分でもわからん。いる。あれ、いつの間に、あれ、こんなシャツ着てましたっけ？ あれ？決して、そっか。そうだ、前回の終わりで 秋となってましたね、季節が。ちょっと 忘れてた、ショックで。ショックで忘れてましたね。そうだ、季節は変わったんですよ。ちょっとすいません、ズンとメッセンジャーの音が入ってしまったので、消して、すいません、準備が悪い。で、確か発電所、あれ、なんだっけ、発電塔でしたっけ、何でしたっけ、で、電波塔でしたっけ に向かってたんですよね。なんかでも、すべて記憶が、ちょっと飛んでしまってまして、川沿いを行こう。すぐ聞こえ近くなかのっはずた。だ。さあ。でもなんか壮大なというか、一体何があったの？何のことだ？トミーとさ、別れたってことは何かあったんでしょ？意見の不一致ってやつだ。なるほど。意見って何の？世の中の見方が俺とは違ったんだ。川には降りれませんね。彼はファイアフライに入った。あのマーリンのやつがそそのかした。入れる。しばらくは夢中だったが、入れちゃった。結局はやめた。あいつは寒い寒い。最後はどうやって別れた？確かこう言われたっけな。お前の面なんて二度と見たくない。助けてくれるの？それはつけばわかる。助けがなくてもなんとかする。とにかく行こう。あれ、トミーとの別れって襲われた時最後ではなかったんですかね。襲われそうになった時にドアを押さえててくれてて、ね、娘と逃げろなんてね。あれは水力発電所だ。なんだっけ。川の流れを使って電気を作る施設だよ。わかりやすい。どういう仕組み？仕組みは知らないが、そういうことだ。なるほど。どうやって渡る？カットが出た。で、またいけないパターンですかね。大丈夫だ。
だ？半分だけか。あっちも上がれば渡れるね。はい、じゃああっちも行かなきゃダメですね。いるかな？何かいるかな？よし、開いた。アイテム、ああなんかいっぱいある。指、そういえば指使ってませんね。行けるわけじゃないんだ。これが、あ、持てない。持てないな。アイテムだけですね、ここ。どうやって、あれ？エリー。流されちゃった？あれ？あ、いたいた。あ、すごいですね。凍え死ぬ。なんとかしよう。待ってろ。と、いつものようにぐるぐるしておりましたら、水中に潜って、パレットって出たのかな。探せと。で、このマークが今出まして、やはりこの中に何かがあったようですよ。あ、これだこれだ。あ、待て待て待て、違う違う、待て、ちょっとちょっと違う、これこれこれ、ん、これ何何、これ下行かないとダメなのかな。ちょっと一回息継ぎを。苦手ですよ、もう水中。痛い痛い。で、これを。よかった、ムービーで。おじさん、大変。よし、ここに。分かってる。こいつに乗ればいいんでしょ。いつものように。はい。寒い。あれ？あれ？ここでいいのかな？上がれたらいいのにね。ここ回してくれ。あ、で、そっち行けばいいのか。あ、
最古の墓か。あ、サムのお墓に入っておくの忘れた。どうしようかな。エリー、何話したいんだよ。ダメだ。なんで何回同じことを言わせる。失ったものは戻らないんだ。だってもうやめろ。そうだね。トミーを探そう。あれ、なんで上がれないんですか。あれ、これいけるのかな。あ、いける。あー、お腹減った。ああ、俺もだ。次にレストを見たら絶対撃つ。まずはここを抜ける。次に食い物だ。私が勝ってきたら全部抜けるね。あれ、あ、結局こっち来てたのかな。ということですかね、うん、さあ次は誰に会えるんでしょうかね。相手は人間なのか化け物なのか。中に入る。ああ、他に道はない。中を通っていこう。お？お？新しい武器、なんかすごい。ディアブロ？どういうことでしょう。なんかすごい武器が手に入った。水力発電所の地図。読めません。かしら。5発しかない。オイルにしとく。よし、あ、そのまま動くんじゃないよ。あんたは銃を下ろしな。エリー、言う通りにしろ。わかった。道に迷ったの。人がいるとは思わなかった。向こう側に行きたいだけなんだ。どこまで。銃を下ろせ。知り合いなの。男はな、俺の兄貴だよ。トミー。マジかよ。元気にしてたのか。トミー、顔忘れてたけど。トミー、だって兄貴ずいぶん老けやがってお前もいずれこうなる。マリアだ。礼儀正しくしとけよ。ここのリーダーだ。どうもな。先は撃たないでくれて。いいえ、当然よ。義理の兄を撃つなんて。押し切られちまったわけだ。そういうことですか。あなたエリね。そう。なんでここへ。ああ、そのいろいろあって。中で話そう。ええ。お腹は。ペコペコ。仲間よ。用心してるのよ。いや、なんか絶対敵だと思ってたので。ここで何してるんだ。ジャクソンにいたんじゃないのか。発電所を直そうとしてるんだ。前は動いてたの。でもタービンが行かれちゃって。電気が使えるんだぜ。使えたか。やってみる価値はある。あ、嘘でしょ。馬だ。馬を飼ってるの。たくさんいるぞ。
おいトミー手伝ってくれ。まだまだ馬乗っちゃう。いい、もちろんよ。耳を撫でてあげて。乗ったことは実はあるの。なで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 。いつの話だ。隠れ地域でウィンストンっていう兵士が教えてくれたんだ。よかったら後で乗ってみる。うん、乗りたい。なでれた。よし、ありがとうよ。いいって。思いっきり叩くのかと思っちゃった。よし、ツアーの続きだ。見ていいのかな。 R？ まだいたの。もう交代の時間じゃない。ハウザーたちが戻ってくるのを待ってるんだよ。ああ、もう行って。結構人いますね。あとちょっとだし、頑張るよ。分かった、無理しないでね。どうも。マリア。どうぞ。制御室だ、タービンを起動させるぞ。こっち来れるか。ああ、お願いできる。俺の番だしな、行くよ。俺も行こう、マリアと一緒に。ジョエル、行くわよ。二人にしてあげましょう。トミーがそっちに向かうわ。さ、タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。あんまりね、エリーと離れることないからね。長く感じるよ。エリーもね、離れたくなさそうでしたね、今。そうだ、渡すもんがある。去年テキサスの家に行ってみたんだが、何も残ってなかった。だけど、ちょっと待ってください。見ないから。あれ、こっち来ちゃってよかったかな、勝手に。いっぱいある、いっぱいある。これ違うか。どういう風になってくんだろうこれ。なんかね、どんどんこう後半に、もう半分は過ぎているので、後半になるごとになんかね、いろんな展開が待っているようなので、ちょっと自分も本当楽しみで、まああのね、いいことばかりじゃないですけども、ね、このショックなこともありますけど、でもすごく楽しみですね。大好きな買い物。はい、何でしょう。これちょっと色褪せてるが綺麗だろ。いい。本当にだったら本当にいいんだ。分かった、じゃあ預かっとくよ。トミー、話がしたい。二人で。ああいいぜ、仲間の様子を見てからな。こっちだ。なんかね、こう悲しい思い出ばっかり、ですね。俺たちの町も見てってくれないか。もう20世帯もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。野菜と家畜を育ててる。こんな生活もうできないと思ってたよな。ここならできる。諦めろ、そのタビはもうダメだ。ああ任せろ、ここまで来たら諦めねえぞ。手伝えない。手伝えない。町の防衛は大人が交代で見張ってる。発電所が直れば電気柵も使えるしな。感染者もやってくるんだよな。もちろんだ。なぜ B？ どこでもそうだろ。
言い切れるのか。マリーンみたいだぞ。よしよし、バックリだ。番犬にはならないよ。いい子だ。気づかなかった。楽しいやつだよ。猫派ですけど。発電所を復活させる天才たちだ。今回はいけるぜ。信じないか。そうは言ってない。100万ドルかけてもいいぜ。よし、200万だ。もうちょっとで終わる。あとはシールドを戻すだけだ。勝手に取っちゃっていいですかね。この人たちのものを。あ、なんか強化される。煙幕が強化されましたね。防具レベル3獲得。ご苦労様です。あ、ちょっとこっちも見たい。あ、作業台。よし。人の場所を借りて。あ、これ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 。戦いの場になりそうな気がしてならないんですけど。なんか直してるんですね。よし、いいぞ。ハーミーが来た。いけるか。いいぞ、行け。早く先進もうよ。ああ、やったな。ああ、電気来た。みんなよかった。電気来た。誰かマリアに連絡して知らせてやれ。あれ、これすごいな。200万ドル損したな。よし、兄貴。話をしよう。ここで？大した仲間たちだな。いいやつらさ。この町でチャンスをもらった。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た。やむを得ない事情があってな。あの子に関係があるのか。あの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ。免疫を持ってる。免疫だと。本当だ。何人もが死ぬほどの器具を吸い込んだってびくともしない。俺も信じなかったが証明できる。そうか。だとしたらなぜここに来た。ファイアフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。やつらとはもう何年も会ってない。アジトは分かるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。なんで兄貴のために俺が。俺のためじゃない。お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。
要なものは渡そう。あの子は兄貴が届けてくれ。恩を忘れたのか。恩だって何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろ。後悔してる。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。ガキみたいなことを言うな。あの頃とは違う。殴るなら今度は兄貴も痛い目に遭うぞ。あれは何だ。襲撃だ。殺し方を覚えてるな。